こんにちは、深田静香です。今日は2020年10月27日水曜日です。今週末の日曜日、11月1日はいよいよ私が大好きなアーモンドアイちゃんが出走予定の秋の天皇賞です。アーモンドアイちゃんはこちらの可愛いお馬さんです。初めて見ていただいた方のために、私は度が過ぎた真面目病を治すためにカウンセリングで競馬を教わっています。きっとお金を払って競馬を教わっている人っていると思うんですけど、この真面目病を治すためにお金を払って教わっている人ってきっと私だけだと思うんです。すごく自分でも珍しいなって思います。今日はあるものが届きました。よいしょ、ちょっと置きますね。私は、競馬を教えてもらうようになって、もう競馬がすごく楽しくて大好きになって、馬も大好きで、でこの秋から本格的に黒字を出すために、競馬ゲームに勝つために勉強しながら予想していくっていう方法を先生と一緒にしてます。でいつも予想するのはスポーツニッポンさんを買ってしています。で、この黒字ゲームに勝つために、もう一つ、勉強するための本も買っています。それが、こちらです。じゃん。競馬ブックさんです。私多分先週、これ、ネットで予約購入したら月曜日に届くと思いますって言ったんですけど、間違いで火曜日でした。今日届きました。これを早速いつものように適当に開封していきます。ベリベリ、結構ねしっかりついているので、ベリベリと破っていきます。ベリベリ、なかなかしっかりしているので開きません。よいしょ。届いた、今日届いたものです。ちょっとあれなんですけど、じゃん。もう主役の何と言ってもアーモンドアイちゃんのが載ってます。これを見ながら私はこの秋以降の勉強のために予想と勉強していきます。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また来ますね。